全長57メートル、重量550トン、超電磁ロボシンゲトラ V はシンゲの大きさとしては完全に規格外である。ジークテメオコ。さあ、というわけでジークなテメオコ、ケンタコシのテメオコですけどね、この間珍しくね、大阪に久々にね、毎月ね、1日だけ帰って、もう向こうでやってる番組全部まとめ撮りしてしまってね、戻ってくるという地獄のようなスケジュールなんですけど、3日間大阪に入れる時がありまして、まあそれの間もずっとね、特番とかの仕事やったんですけどね、一度その特番でずっとロケ特番で、実家の近くでね、ロケが終わるという、奇跡が起こりまして、まあ8時半ぐらいだったんですよ、夜の。あれ、これは、もしかしたら久々に実家に顔出せという運命かなと思いましてですね。まあ実家のその隣駅ぐらいやったんで、ちょっとタクシーで1メーターぐらい乗ってね、地元の駅に降りまして、ちょっと家帰ろうかなと思って、ああ、これ昔よ、行ってたパチンコ屋、まだやってんねや、思ってね。そう、実家近くのパチンコ屋に、まあちょっとだけ寄ろうかなと。でこれでまあ連チャンでもしようもんならば、まあそのまま実家に戻らず戻って、でもすぐあこれけえへんなっていう感じで実家戻ろうかなとね、いうことで CR エヴァンゲリオンを売ったんですよね。もうガラガラですよ、もう地元のねパチンコ屋ですから。でガラガラの中 CR エヴァンゲリオンを売ったらですね、まあ速攻で暴走モード突入入りまして、まあ出玉なし大当たりですよね。暴走モード突入の時にチャンスボタンが出たんです。これないですからね、普段は。でチャンスボタンを押しましたところ、なんと全回転リーチ、転校生全回転リーチが出ましたよ、ね、綾波レイが最終回になって転校してくるというあのシーンを再現した全回転リーチが出たんですけども、まあそこの瞬間までは気になってなかったんですが、その全回転リーチが発生した途端、やったやんケンコバちゃんと横でね、まあ全然気にしてなかったんですけど、明らかにね70オーバーのババアが座っててましてですね、やったやんケンコバちゃんと、えみたいな感じで、あありがとうございますみたいなね、70オーバーのババアですよ。で俺が大当たりしたことで店員をまずね、パチンコ入れたらね、呼び出しボタンっていうのがあるんですけど、箱がね、玉でいっぱいになったりとか、玉が詰まっちゃったりしたとかね、緊急に店員を呼ぶ時の呼び出しボタンっていうのがありまして、ね、それをボタンを押して、店員を呼んで、もう、ババ普通に打てるのにどうなしたんだな、思ったら、これ見て、ケンコバちゃんやで、これ。ケンコバちゃん全回転リッチ出しはったわ。出しはったわ。いや、出さはったわ、みたいな。ええねん、その言い直しは、みたいな。ババアがね、で、その後どうもね、これ本当に未だに夢ちゃうかなと思うんですけどね、信じられんような行動を次々取り出してですね、まず左隣に座ってるババアがですよ、まあ僕パチンコ右で打ってますよね、僕の左手を繋いでくるというね、何や知らんけど2本ぐらい手繋いでパチンコ打ってたんですよ。まあババアのやることやからなと思う、孫に似てんのかなみたいな、息子に面影似てんのかなみたいな感じで、あれなぞ、いや、ラッキーやばいや、実家帰ろう思ってたんですけどね、この辺実家なんすよ、あ、そうなんや、みたいな。あ、そうなんや、って。もう自分の打つんやめてね、両手で手結んでるんですよ。いや、これ実家帰れないな。な、どうすんのみたいな。えみたいな。これね、俺もね、まだ夢や。夢ちゃうかなと思うんですけど、その繋がれてる左手が、ババアのね、これマジの話なんですけど、ババアの言うたら、あそこって言うんですかね、股間のとこにね、挟まれたんですよ。ババババアって思ってたんですけど。ほんで、内緒やで的な目線。あのね、大阪の張中野っていう場所なんですけど、あれデンジャーゾーンですよあそこ。いや、おばあちゃん何してんのって言ったら、うんうんみたいな、完全にねやれる体勢になってるんですよね、もうこの金で遊び行こうやみたいな、俺出した金で遊びに行こうやって完全にやれる体勢になってるんですよね、もう
で、ばあちゃん、むちや、むちや。いや、私も7箱出たんやけど、全部吸われて。だから、強運のケンコバちゃんに乗っかろう思て。いや、乗っかるってないやねん、みたいな。いや、うち、うち、言うた。うん、打つわ、みたいな。ほんで、まあ、次回予告リーチみたいなのが出てね、ババアの方に。ばあちゃん、これ、なぎさかおるが一瞬でも画面出たら、もう、各編大当たり決まりやから、みたいな。すやん、そんな。出えへんわ。私、かおるくんなんか、出えへんわって出たんですよ、これが。ほんで、大当たりした瞬間、今やと思って、もうね、まだ僕、そう、連チャンがね、7連チャンぐらい続いて、そこで一旦終わって、時短モード入ってたんですけども、ソウリュウ、アスカラングレーモードに変わってたんで、これもう大当たりないなと思ってね、そこで転移読んで急遽書いて逃げましたからね。いや、よかった。いや、言っといたからよかったのかな。あのババア完全に抱けましたからね。生まれ故郷の駅の、見知らぬババア抱いてしまうとこでしたよ、あわや。あのババア何やってん、あいつ。あそこですからね。まあ、言うたらもうここ1週間以内に僕ババアのあそこ触ってきましたから。いやー久々にね、久々にアルコール消毒みたいにしましたけど。いや大変で、まあ実家には戻らなかったんですけどね。また実家のあたり戻ることになったらあのパチンコ屋ちょっと行ってみようかなとね。まあ結構ね、あの駅が2つぐらいある地域で、まあパチンコ屋がね、まあ10軒ぐらいあるかな、両方合わせたら、まあどこかちょっと判断はつきにくいと思うんですけど、ぜひね、やったやんばばあ皆さん探してみてください。あれ春の使者というよりはもうそういうね、なんかぶっ飛んだとこもなかったですから、確信犯というかね、うん、うんみたいな時の顔の恐怖、未だに忘れられないですから。さあ、というわけでね、コーナーを行ってみましょうか。